はい、暑い日が続いておりますが、皆さんいかがでしょうか。ちょっともう暑いんでね、私も脱がして、スーツまず脱がしていただきます。すいません、失礼します。暑いなー、クーラーつけてみると28度か、よいしょ、暑いなー。ということで、スーツを取ってネクタイを取ってボタンを外しました。はい、今日の松尾修造のこれ知ってますわ、クールビズを、紹介させてもらいたいと思います。あー涼しだった。でまあそんなに分からへんけど、まあでも気持ちね、涼しになりましたけどね。このクールビズっていう、クールっていうのはですね、涼しいとかかっこいいっていうクールと、このビズっていうのは、ビジネスのビズなんですね。まあ涼しい格好、まあ格好といいますか、まあ、ビジネスでも、簡単な格好になりましょうということで、こうちょうど小泉政権時代に、小池百合子さんが、発案されたそうなんですけども、まあちょうど6月、今年は5月からということになっておりますが、6月から、9月の30日まで、が主な、自治期間なんですけども、まあ小学校中学校の制服の衣替えといいますか、ありますけどね、そういうような形に捉えられては結構かと思います。正直、まあ、ノーネクタイノージャケットということで、まあ、室内の温度をクーラーを下げずにですね行きましょうということでね、あのクーラーを本当下げる、確かに涼しいんですけど、女性の方冷え性なんかはね、膝に毛みたいなのをね、タオルケットみたいに引いてますけど、あれもまたかわいそうなねところありますんでね、まあ少しでもちょっとでも暑くなっても、男性もこういう風な形でノーネクタイという非常に私もお勧めしたいと思うんですけどね。最近では銀行さんなんかも、お堅い仕事の方がそういうのをしてくれると私たちもしやすいですね。まあこれも賛否両論ありましてね、まあネクタイ業界には悪いとか、そういうのもありますけども、ちょっと一時落ち気味だったんです。今年この震災の影響でまた節電ということでね、脚光を浴びていると私自身思いましたんでね、このクールビズっていうのを、お話しさせてもらいました。またホームページみたいな説明とかも書かせてもらいますので、今日は、クールビズで、した、これから俺もずっとクールビズで行こうかな。ボタン外れた格好まで2つ目まで外しちゃダメですよ。1個目までですよ。さようなら、松尾修造でした。